エリクソンダンソは、オランダとガーナのサッカー選手。アルバ代表。ポジションは MF。オランダの首都、アムステルダムに生まれたものの、血筋をガーナに持つために、ガーナの国籍も有している。ユース年代には、アヤックスアムステルダムの下部組織に在籍した後、FC ユトレヒトの下部組織に入団、同クラブでトップチームに昇格し、選手デビューとなった。 2009年4月19日の SC ヘイレンフェーン戦で初出場。2010年4月18日のスパルタロッテルダム戦で初得点を挙げた。その後、スペインのオリウエラ CF、バレンシア CF のリザーブチームである、バレンシア CF、メスタージャに所属した後、FC ドルトレヒトに移籍した。2015年には、サファーベルート SC に在籍した後、 7月1日に自由契約で FCM に移籍した。2016年夏、ウクライナの FK スタル・カーミアンシケに移籍した。2017年2月にはノルウェーの FK イエルフ。2018年には同じくノルウェーのサンドネスウルフに移籍した。代表としてはオランダ領アルバの代表として2015年から出場している。 初出場となったのは6月10日の 2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海2次予選のバルバドス代表戦で彼はこの試合でイエローカードを提示された。その後9月8日に行われた 2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海3次予選のセントヴィンセントグレナディーン代表戦で初得点この試合で2得点した彼は2から1の勝利をもたらした。 しかし、2戦合計で2から3と、わずかに及ばず、アルバ代表は3次予選敗退となった。ありがとうございます。